あの信子も吉村無人島を買うというニュースがですね、えー、ニコニコニュースに出てました。ここに出てるやつですねえ。26日放送えー。吉村無人島を飼う。日本テレビ系で平成。野茂市、小渕吉村がガチで1億8千万の無人島を購入し、視聴者を驚かせているというニュースです。僕これ見てなくて知らなかったんですけども。ニュースによりますと、日本には大小6800以上の島があって、そのうち94%は無人島。島それぞれの無人島は国とか自治体とか法人個人が所有してて、そこから。一 一括払いで購入することですね。吉村はです君はですねそこで「劇場を使ってネタやショーをやるパーティーとエンターテインメント等にしたいと」と無人島購入の動機を語る加藤浩次ら先輩から学び売れっ子芸人となった現在売れてない後輩芸人の活躍する場を作りたいというのだ。 ニニ、まあ、ニコニコニュースです。18年10月から本格的に始まった吉村の無人島を探しほぼ手付かずのものからバブル時代に少しだけ開拓されたものでさまざまな無人島を見たんだけども意外に値段が高いと広さが足りないなど条件が合わず。 購入は難航していた。しかし日本国内の無人島販売のプロによると6000を超える無人島の中で所有権がはっきりしていて条件に合う島はわずか10棟ほどしかないと十個ぐらいしかないそのプロがとっておきの無人島として紹介したのが長崎県の無人島吉村は親友の渡辺直美とともに現地に飛び内覧を進めるとそしたらです、ねまあ、あの島の手前の本土にです、ね、100坪を超えるです、ね、駐車場がありさらにオーナーのご好意で 1000、えー、万円以上もするフィッシングボートもついているとこの無人島ですね広さ1330坪寿司バーもついた44坪の家や船が係留できる桟橋これ大きいですねこれも建築済みと至れり尽くせりの無人島になっていたということで内乱を終えて沖縄にあった手付かずの無人島で5億円少しお手ごろな無人島でも、まあ、2000万円を超える中 3億円以下なら頑張ると決断と、価格は2億円だったがオーナーと交渉した結果、10%割引、1億8000万円まで値下げ、これで買いますと即断と、でローンが組めないためにです、ね、すぐには買えない、相談させてほしいと、吉村はオーナーに直談判、オーナーから3年間の猶予をもらい、死ぬ気で頑張ると決意をあらわにしたと、テレビ番組で大きな買い物をする際、やっぱり買わないと尻込みする芸能人が多い中、吉村は購入を決断した、その姿に視聴者から称賛の声が溢れていると。 まあここまでがですねまあニュースなんですけれどもですね僕がですねあのこのニュースに注目した理由は何かっていうとですね 実は、これは評価経済に関係してるんですけどもこれまでですね評価経済の最先端走ってたのは日本ではですね堀エモ門とキングコングの西野君なんですねそれに続いて、まあ、オリラジの中田君ぐらいだったと思いますまあ,あのヒカキンさんとかですねフォロワー数100万超えの YouTuber も少しそれに遅れて、まあ、評価経済っていうのは走ってると思うんですけどもしかしここでまさかの逆転というふうに僕は見えるんですよこの間までただの芸人さんだったですね信五郎吉村さんがですね 一気に僕が思うにホリエモンとかです、ね、西野君を抜いて評価経済の最先端に行ってしまったというふうに見えるんですねキングオブ西野君はですね今自分の故郷に美術館を作るとか手掛けるものが増えすぎてるとや自分のやりたいことをやるんですけどもやることが増えすぎてるつまり理想が多すぎる目標が多すぎる状態ですでホリエモンは大学を作ったんだけども学ぶのではなくてですねチャンスを生かすということに特化しつつあるつまり その堀大学って言ってるんだけどその大学側は学ぶものではなくてその中の人脈とかその中にあるビジネスプランっていうのをお互いに乗っかったり面白いねという,うに言い合ったりする作るという割とビジネススクールに近いチャンスを生かすものそういう企画の方が増えてきてると。でここで出てきたのがこの吉村君の無人島街なんですよ。これね ZOZO タウンの前澤社長よりですねこの月旅行よりずっとすごい企画だと思います。予算は まあ、千分の一ぐらいなんですけどもですね。これね、なんでかというと、国土があって理想があるからなんですよ。独立国を作るにあたってですねあ。あと必要なのは独自通貨と国民と輸出産業なんですけども、実はですね、その国民はエンタメの提供者、つまり芸人でいいわけですね。で、輸出産業、これ何かというとですね、変な T シャツとかそんなのを作らなくていいんですよ。国籍を売るだけでいいんです。セカンド国家としての国籍ですね。なんでかというと、 4400坪あってもですね島は狭いんですよだから所詮狭い島なんだからですね島に来なくてもその島プロジェクト理想に参加している漢字その漢字そのものを商品にすると独自通貨っていうのはこの島と周りで使える通貨というのを仮想通貨で作ればいいだけです で、通貨は島の中や外へ使えるし、まあ日本円で買うより割安になるように設定すればですね、あと仮想ではなくてリアルにコインとか発行してもいいです。そしたらお土産に通貨を持ち帰る人もいるし、通貨だけ買う人もいる。つまり、通貨そのものが商品になるわけですね。まあ例えばそのなんだろうな、通貨の単位なんかはわははでいいです。普通ね 仮想通貨を作る場合は自分たちのバリューを上げるために、例えば100円を1クレジットとか100円を1スターとか1000円を1ゴールドとかにするんですけども、絶対に逆にした方がいい。お笑いなんだから。 ええー、一円をですね、百万ワハハぐらいにするんですよ。一万ワハハでもいいです。そしたら、はい500円、五百円という時に、はい、五百万ワハハというです、ね。関西のおばちゃんの、お釣り渡す時のノリができるじゃないですか。そういうふうにですね、使ってる時にですね、なんかこう、笑顔が出るような。通貨にしちゃった方が面白いんですね。で。ホリヤモンとか、西野君にですね、その助言した時と同様に。 まあ、吉村君に全然聞かれてないんですけど今回は聞かれてないんですけど助言してみるとしたらです、ね、あの無理にこの島にこれ以上金突っ込んで,です、ね、エンタメとかパーティーの舞台とか家とかそういうです、ね、施設は全然作らなくていいです世界最初の独立国を作った参加してくださいこれだけで大丈夫ですなんでかというとバチカン市国の面積っていうのは、ね、0.44平方キロです それに対してですね、吉村君が買う島っていうのはですね、1330坪。つまり0.0044平方キロなんですね。バチカン四国の100分の1。これ明らかに世界で一番小さいんですよ。で、独立国家の条件っていうのは実は他の独立国家からの承認があればいいんですよ。で、こんなのもらうのは ぶっちゃけ、1つずつ一つずつ国連加盟国のすっごいちっちゃい独立国からいやあんたのところ、独立国だと思いますよというふうに言ってたらですねイギリスの沿岸のなんか石油採掘施設みたいなところにですね海賊放送局があるんですけどそこも独立国って言ってるんですねそこも同じ手口でですね世界中のいろんなちっちゃい国家から承認もらってたらだんだん独立国っぽくなってきたんですよで同じようなな手でで構わないです。独立国って 真面目に考えたらすごく大変なんですけどお笑い芸人がやるんだから本当にセカンド国家としてのなんちゃって独立国で構わないですね大事なのはですね日本からいずれ独立しますと国民の権利を先行販売しますつまり国籍を先行販売します独立の資金をクラウドファンディングで <laughs> 募集しますとかそういう夢と目標を掲げればもうこれで OK と。 まあ、あの日本を否定せずにです、ね、もう一つの国籍セカンド国家というポジションを、まあ、はっきり打ち出せばネトウヨの皆さんのです、ね、もう刺激せずにです、ね、左翼っぽさもアピールできます、えー、世界中誰でもビザなしで入国できるというふうにア,ああのアピールしてパスポートだけ買ってくださいねと言えばちゃんとあの収入もあります、えー、日本国民の,です、ね、あの国民の三大義務というのは教育労働納税なんですけども吉村国というのを作るとしたらです、ねえー、国民の三大義務は、えー、笑う。 笑笑わわせる、笑われるるれにするのが一番い,い。なんでかっていうと昭和の芸人っていうのは笑わせるんだけど自分は笑わない笑われるなんてもってのほかなんですけども平成以降の芸人の多分あるべき姿っていうのは笑われるっていうふうなことを自分の中のポジションとしてちゃんと置いとくことだと思うんですね。だから、三大義務として笑笑笑う、わ、えー、わせる、笑われるっていう ういいにやれば、まあ、うまくいくんじゃないかと。島を買ったとっいうのはです、ね、堀エモ門とか西野君織田中田君に対してものすごいアドバンテージだと思いますだからあとこれを活かせばです、ね、多分数年後には総資産1兆円超えというのはそんな難しくないゾード,ドタウン前澤超えというのはそんなに難しくないはずです。